中村新人氏は、ビジネス著作家、日本の実業家、ラジオパーソナリティ、株式会社アイスブレイク代表取締役。貧しかった、幼少期より、新聞配達、草刈り、砂利運びなどのアルバイトで家計を助け、高校生では、喫茶店の厨房で、カレーやミートソースの仕込み、玉ねぎの皮むき、鍋洗いなどをして、そのアルバイト代で学費を払い高校3年間を、 過ごす。貧しいということは、恥ではない。それをバカにするものこそ癒しいのだと育てられた。今も、お金というものへのこだわりが薄く、給料やギャラを高いとか、安いと愚痴る前に、その金額に見合う仕事をしているか自分を見つめるべきというのが口癖。17歳の頃、美野屋正彦に憧れ、札幌菊水にあった、ライブハウス、フォーク村で毎週土曜日夜、 当時の看板シンガー、山口公の前座として、レギュラーステージを演じ点が閉店するまで歌い続ける。全国各地で営業塾という勉強会を主催、営業に売る技術は存在するが、心が技術を超えない限り、その技術は活かされないと言い続けている営業プロデューサーである。 月刊地地2014年12月号46ページから50ページ月刊地地2015年11月号92ページから94ページ。ありがとうございます。